皆さん、こんにちは。ゆきです。えっ、ー、と、最近の動画では私一人でやってたんじゃないですか。でもね、今日は一人ではありません。今日はゲスト呼んでます。多分、このゲストはみんな知ってる人知ってる方と思いますけど。はい、はるさんです。<laughs> はい。<laughs> はるさん,んは,はい、はるです。はい、こんにちは。はい、久しぶりです,りですね。本当 はい。うん。そのように、お誕生日、おめでとうございますあ。ありがとう。ありがとうございます。そうですね。お誕生日です。うんね、そうですね。えー、始める前に、ハルさん、はい、この間、どうでしたかあ、パスポートですか。ちょっとパスポートのことで、うん、えー、忙しいですね、最近は。えー、ヤンゴで、まあ、作るのも大丈夫だけど、私は、この、ェイで、パスポートを作って、はい、えー、3日間ぐらいかかりました。えー、なるほど。3日間、はい まあ、で,もでも大丈夫作るのは大丈夫人とかあんまりいないのでねヤはい、はい、ングよりは大丈夫ですああなるほどそうです、うん、なんかゆきさんこの誕生日21歳ですよねそうですねへえー、<laughs> いやもうババアよ <laughs> いやいやいやババアじゃないです私もそろそろ二十歳ですね今年の11月ぐらいならい今年とってるね、うん そううだね愛しい、うん、うん、まあじゃあ、はい、今日はですねはるさんを読んだのはなんか今更なんだけど、はい、もう2023年になったんですけどで今2023年にやりたいこととか考えたことあるんかなっていう話なんですけど、はい、どうですかはる、い、さん。 そうですねなんか2023年にはやりたいこととかたくさんあるんですけどもちろんまあ日本へ行くこともありますねす、えー、今も準備してるんでまきっと日本へ行きたいでそして新しい動画とかもやりたいですああなるほどじゃそうそうそうなんかもしマニ、まあ、日本へ来たらブロックとかもね撮る予定があるんですけどまあでも 日本行きたら日本っていうのはちょっと忙しい国だからえー、それブロック撮るのは時間大丈夫かなって今心配してるんですけどねはいなるほどまあ、うん、そうそうそうああそうすかなんかブログ撮るとしたらいろいろ必要になるんじゃないですかマイクとか。 まずはカメラカメラちゃ高いよね高いんですよ <laughs> それが一番必要なんでこれなそのカメラもは値段いろいろと見ましたけど、はい、めちゃくちゃ高くてだからうんまあ、うん、準備しなきゃいけないですよねそれについてもだからそうですはいまあ実感的にはね多分大丈夫です、はい、まあ私もまあ学校はバイト、うん あるはあるんですけどでも本当にやりりたい気持ちさえああれば絶対時間はあります。そうですねなんかえ土曜日といた日曜日とかも休みがあるかもしれないですのでそうだねあとは、はい、そ,うそうですねまあ今考えているのはこれぐらいだけなんですけどあとは日本へ来たらまあ今は今年はね日本へ行くために準備してる、はい、準備してるなのでまあなんか いろいろ一日には、えー、この日本だけ、日本のことだけ、マスヨイのこととか、これだけやってるんで、まあ動画とかも、えー、もっともっといい動画とかも、ちょっとやりたいなって、今、新しいアドバイスとかもらって、これについてやろうかな、それについてやろうかなって、うん、これ、これだけですね。まあ日本と新しい動画とブロック、これだけですね。<laughs> 2023年には。そして、えーうん、この青空のピッチにもやったことないですけど、そのライブ ライブやって、はい、みんなで話しようかなって考えてます。はい。わかりました。楽しみにしています。あ、じゃゆきさんは二千二十三年にちょっと予定とかありますか。あ、ありますね。まずは日本語終わりたいなっていうう。あ、そうだね。そうだ、ね。私もちょっとさっき忘れてるんですけど、<laughs> 日本語もちゃんと。そうですね。あ、動画とかもやり。うん ないんですけど日本語もちゃんと勉強しなきゃいけないんですよね N1 終わるまで、えー、漢字とか言葉とか、まあ、たくさん話すためには言葉とかがもっともっと必要になってるので、まあ、それも必要なんですねそう,そうです,うですだから私も、まあ、最初は一番目は日本語終わりたいですねえすごいですねそうで、はい、私は逆に春さんは日本に行きたいでしょはい私はミャンマーに帰りたいの <laughs> いいやや、日本行きたばかりですよね。何で日本に帰りたいんですかミャンマーに久しぶりに会いたいなっていう。いや、それ久しぶりじゃないんですけど。いや、まあまあまあ。そうですね。そう、最近はいろいろ大変で。え、そうですね。まあ、それもそうなんですけど。あちなみに私、今、ヤングエェイでラーメン。 たマジかよええー、いや実は全然食べない予定なんですけどまあ友達とかで一緒に、ね、いてあーラーメンやかなってまあちょっと食べてみたい気持ちも入ってるんで食べてしまいましたそれでえー、なんかあんまり好きじゃないんですね <laughs> まあ味味は日本と違うと思いますあ<ー>でもあなんか値段も高いです でしょあのね私一回そうそうおしん全身全身スティで友達とラーメン食べたの、はい、それでね、えー、それでね、はい、高すぎで多分5人ぐらいかな5人でラーメン1つしか食んでなくて <laughs>、えー、<laughs> 一緒に分けて食べてなんか高かったので味がどういう味のかも全然分けてない。<laughs> そうです、ね、あそこでラーメンこの味は好きじゃないと言ってもこの卵とか豚肉で、はい、まあ予約しましたからこの豚肉とかこの卵の中で味が入ってる<ー>それは美味しいなるほどそうそうただただの卵じゃなくて味とかちゃんと入ってるので食べるのが美味しいですね、うん、そしてなんか日本,語、はい、日本語を勉強してあとはあとはもう大学ね大学じゃないけど専門学校を見つけたい。 そうですね。えー、な、あな、専門学校です、ね。うん、まあ、日本語学校は、いつぐらいで、おわる、終わりますか?。来年、あと一年残ってます。ああ。あ、あと一年残ってますね。その間に見つけると思いますよ。そうですね、あの、まあ、今に予定なんですけど。ね、今、春休みで。この間は、ちょっと探してみようかなと思ってます。思あ、そうですね。まあ、それもいいと思いますよ。探うん。キャンパスとか行ってみて。できれば早く。 うん、決めて欲しいですねそうだよね。んかうん私ミックに住んでいた時は、えー、となんどこにも出てないしまあそれは大丈夫だけどヤング行きて、はいろいろ行って<あ>お金もめっちゃくちゃかかります。<ー>食べたりたこ焼きも <laughs> 食,べて食べました <laughs>。 たけ焼きもラーマンも、まあ、いろいろね、えー、このベイメイクには日本の食べ物とかあまりいないんですけどヤンコに来てヤンコには日本の店とか韓国の店とか中国の店とかたくさんあるので、はいえー、食べずにはいいられないですね、はい、そうだねまあそうそういったら日本も同じなんですけどいろいろあります、はい、そうだねいうう <laughs> いや楽しみじゃないですかうそうだねまあちょっと。 検査してますよ。今、<laughs> <う> <laughs> できるかな、できないかなって、じゃあ、まあ、二歳二十三年はそのくらいで、はい、じゃあ、もう別にね。去年の話なんですけど、去年、二歳二十二年に、はいはい、頑張ってよかったなっていうことはどうですか？そうですね、頑張ってよかったことか、えー、うん、そう、まずは、この春っていう名前で、動画とか作る。 作ろうと考えたのは、<ー>えー、それ、いいことだと思いますね、はいえー。初めては、まあ普通簡単に作れると思うんですけど、実際に作って、どうかとか作るのは、大変だなって知りました。でも、なぜ良かったなって思って言うと、私はみんなのために役に立つ人になってるっていう考え方だけで力になってるんですね。そうですね。大変、うん、な時大変な時にコメントとか読んで、ああ、私頑張らなきゃなーって、 っていう気持ちで、うん、大変、大変だけど楽しいという感じですね。めっちゃわかる。<laughs> わ,かるわかる、わかる。私も同じで。はい、でもね、私的には。うん、去年頑張ってよかったことは、会話クラスやったことですね、私は。ああ、そうですか。そう。はい、あの会話クラスやって。たくさんいろんな人と出会って。その中で、本当に。めちゃめちゃいい人。うん とたたくさん会えたのが本当に嬉しいですね分かる分かる、うん、私も今緩和の通勤とかやってるんでこの皆さんからにもこの、えー、経験とか聞くこともできるんで、うん、えといろいろ経験とかもらってそれいいなって、まあ、友達にもなってるしそうそうそううんうん自分より年取ってる人もたくさんいます、ね、たくさんいますので<そう> <laughs> はい。いろ,いろ 今もその会話クラスはなんかやって友達になって今も話してて今、はい、ね私ディスコードサーバー作ってるんじゃないですかここにもいてで、ね、で今最近さっきも話したんですけどいろいろ最近はなんか大変なことばっかりで、はい、だから落ち込む時が多いですねうそ,うそうだね、うんで。その時に何がなったっていうと、はい、自分 ことがななんか勉強も学校で勉強もそんなにうま、ん、いっていうわけではないし、はい、なんかページもね最近あんまりしなくなっててあれーってなんか私最近何してるんだろうって思っちゃってああそれそう自分のこと嫌いになったっていう感じで<ー>でもね で、サーバーに、この、なんか、最近、話せるようになって、はい、毎日じゃないけど、毎日ぐらいにね。で、その時に、みんなが、うんうん、私が入る時に、ゆきさーんとか、あのか、覚えて、歓迎してくれたり、なんか、盛り上がって、一緒に話してくれたり、一緒に遊んでくれたりしてて、いや、はい、せめて、この人たちは、 私のことを大事にして思ってくれてるなっていう感じで、そうだね。なんかやったねって。自分のことをまた見るようになったあ、そうだね。わかるわかる。私も最近動画とか載せなくて。わかるでしょ。ゆきさんわかると思うんですけど。頑張ってるじゃないですか、はるさんも。そうだね。まぁ、そうそう、パスポートとかも。 えー、この、ま、そう、飛行機で行くんですけど、飛行機はね、はい、ヤンコから5時間ぐらいから準備しなきゃいけないので、5時から起きていろいろ準備して、はい、で、えー、どえ、多分1時間ぐらいかかるんですね。一時間ぐらい。はい、でも、飛行機はね、ちょっと、古い飛行機なので、ちょっと、な、乗るときに頭痛いっていう感じをね、はい、だから、ちょっとあんまり、 えー、大丈夫じゃないですね。なるほど。大変だったんですね。そうそう本当に。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。あ、なんか、うん。パスポートもらってないときにもね、パスポートできるかな、パスポートできるかなっていろいろ心配してきたんですけど、今は、ね、今はまあや、全部やりましたから、まあ、安心しました。そうだね。そ<う>だから、まあ、最近は動画とかはね、1か月に、えー、 三つぐらいは作って載せてるんですけど、はい、今一ヶ月に一つぐらいわか, <laughs> <laughs> かる。め、ま、っちゃわかる。ね。で、そうそう私はこう春休みだからたくさんし,しましょう。うんうん、春さんもね。はい。ししししはい。あ、そうですね。私もま今 N さんを全部、えー、終わるようにちゃんと勉強して一ヶ月でこの一ヶ月で全部終わるように勉強してあと E2 を。 あ,あ続いて勉強する予定ですはい、まあ最近そのこの間もねまヤンコにも全然いたことないので <laughs> いろいろなところへ行ってるのでそれも実験がかかって N さんとかちゃんと勉強してないから、うん、N さんもちゃんと勉強して動画もちゃんと作ろうかなってまあ、考えてますはいお互い頑張りましょうはい、はい、頑張りましょう <laughs> <laughs> そうですねなんか えー、ユキさんのストーリーで見たんですけど、ユキさん、この誕生日で何をしましたかあー、誕生日今日ね、誕生日は、うん。あ、そうですね。なんか何をする予定ですか、<う>誕生日で。あー、ぺ、なんだろう。別に、どうだろうね。あ、っていうことは、<あ>この誕生日で仕事やってるってことですね。あ、ね、私にも動画作ってるのは、そうなんかちょっとページに画面にもやってる。えー、そうですか。<laughs> えー、<laughs> 頑張ってますよね。<laughs> まあね、なんか私的に考えたのは、き、ねはい、まあ、誕生日のお迎えみんなとっていう感じで、はい、それをやったし、あで今夜は、まあ、インドネシアからの友達、まあ、日本語学校の友達が、はいまあ、パッキリアりに来るんですけど、うん。 とりあえずはそれかな私からは何にも、まあ、したいとかはないんですけどねそうですねまあしたいことはま昨日やったから、えー、うん、うん、実は私誕生日を昨日だと思いましたマ<ジ>か <laughs> ああまあ昨日かなでまあ絵とかストーリーとかまでいろいろ載せてるんだからああ誕生日昨日かな私遅くなってしまったかなって<あー><笑><笑>それお迎えだったのああなるほどうん、はい、遅くない ありがとうそうだねはいどういたしまして <laughs> どういたしましてあ,あなんかゆきさんは3月ですね3月私は11月結構遠いです、ね、そうですねです <laughs> 3月と11月うんあで日本語の勉強とかどうですか <laughs> 今からちゃんとやるつもりです <laughs> あ私と <laughs> マジで今からちゃんとやるね今今えそうですね今からちゃんとやる私もまあ先月に聞いたら今から ちゃんと頑張ろうって、まあ、今月に聞いてもあ今から頑張ります <laughs> ってやばいやそうあのー、はいそうそうそうはいどうぞどうぞあ,あのなんか由紀さんは今仕事とかもやってるんで、はい、仕事とか仕事とかが変えたら疲れて、うん、まあ勉強とかもするのが大変なんですよねわかるわかる、まあ、<laughs> 学校も通わなきゃいけないしそうです だから今春休みで1か、うん、月はちゃんとペイントしたり、はい、絵も描きたいしペー,ージの動画もたくさん作りたいしあ,あとうん、うん、歌も歌いたいしいろいろ考えはありますへああやりたいことたくさんありますよねます私も私も絵を描きたいんですけどもともと私が絵を、まあ、色鉛筆とか色鉛筆とかはこのミイで、まあ、置いたのでこのヤングに来たらこの色鉛筆とか描く、ね 本とかなくてさ。はいえー、そして、このいる鉛筆とかの中の、まあ、一つ二つぐらいは友達にあげました、はいえー。私も書かないと思うので、まあ今からもい,いろいろ日本のことについてもやってるんで、はい、日本行くためにも準備してるんで、この絵を描く事件はあまりないですね。だから。<ー>ね、さっき何言うつもりだったかな忘れた。<laughs> <laughs> いやまあそこでさまあ授業とか、えー、やってるんですけどこの授業であ<ー>あ、えー、会話の授業で、まあ、初めてみんな帰った時に「あなんか私の年を知ってない時はあ皆さん私は何歳ぐらいだと思いますか?」と聞いてみたら「26」とか「23」と <laughs> <laughs> か「22」とか「いやいやいやもっともっともっと低いんですよ」<い><い>とっと書いてて。 うん、私の年が知らない人に、ね、聞いたらいや多分20は超える <laughs> 20以上 <laughs> まあまあまあしょうがない逆に私はそうですね逆ね私ははいそうそ <laughs> ああ私も<何>まあ私と同じ年だと思いました私よりと若いかなって思ったんですけど <laughs> <laughs> いや全部春さんとは全部逆やんけだいね <laughs> 何もかも逆もうそれも あり、ね、うん。うん、ああ春なのでそろそろ桜かな。ああそうですか。そうもってことは桜が咲く季節春には由紀さんの誕生日ですよね。いいね。ああそうですね。えー。由紀 <laughs> <laughs> さんは花束好きじゃないですけど。好き、ね、<laughs> じゃないんですけどね。うん でもまあ、綺麗なのは綺麗っていう。うんうん、そうだね。でもいいですよ。あなんか桜と雪と同じく、まあ誕生日で、うん、なので。ああ11月は何の花かな何の花かなどうだろう。わか,か,かんないですね。わかんないですね。冬、冬に春さんの誕生日ねじゃあ <laughs> 確かに。<laughs> 確かに。やばい。いや、いいや逆逆よ、全部。<laughs> ゆきさんの誕生日は春です,そ<う>ですけど私の誕生日は雪かぶ<冬>っている冬 <laughs> 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 そうそうそうその通り全部逆ですね全部逆よああ<ー>んか動画スクロールが春さんとゆきの逆なところ全部が逆になります全部が逆 ああ。じゃあ、まあ、今日はこのぐらいで終わろうかな。はい。はい。はい。それじゃ。はい。はい。まあ、今日も楽しかったんですよ、はるさん。はい。まあ、今日誘ってくれて、本当にありがとうございました。まあ、楽しかったで、も久しぶりに話しましたので。そう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 。はい。本当に楽しかった。これからも、お互いね。はい。動画たくさん作りましょう。はい。作りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃ、あ皆さん。 最後まで聞いてくれてありがとうございました。またありがとうございました。はい、はい、また次の動画で会いしましょう。バイバイ。